ロボットガールズ Z は2014年に東映チャンネル東映アニメーション制作で放送された日本のテレビアニメ作品。また2015年5月よりウェブ配信アニメロボットガールズ Z プラスが配信された。2009年から2012年まで展開された東映ロボットガールズを引き継ぐロボットガールズプロジェクトの再始動企画であり東映ロボットアニメと マジンガーシリーズの主役ロボットたちが美少女キャラクターとなって活躍するアニメ。2014年1月4日より、東映チャンネルで30分枠、全3本が放送された。この他、ニコニコチャンネルでは1回を約10分にまとめたダイジェスト版として同年1月5日より配信、また、同年2月1日に第1話の無料配信が開始された。このか。 東京 MX、ATX などで放映のアニメ TV の4月第1週の放映文では第1話が放映された。2015年2月にはアニマックスでも放映。同年4月放送の第2ランニングでは OVA の第3.5話も特別放送された。放送に先駆けて2013年7月30日より公式サイト YouTube ニコニコチャンネルで令和 PV が配信され、同年10月18日より公式サイト、ニコニコチャンネルで1話前半の先行配信が行われている。また、放送前特番として2013年12月6日5時5時30分に放送直前、ロボットガールズ Z 特番が東映チャンネルにて放送された。キャッチコピーは、無敵の力は、私のために、 正義の心は、二の次、三の次と、美少女百人フルボッコ。舞台は、東映アニメーション本社の近くの東京と練馬区、東大泉をモデルとした、練馬区大泉学園講師力町とされている。2014年3月22から23日開催の、アニメジャパン2014でライブ 2D による、ダブラスちゃんを、フルボッコ体験デモを上映。 2014年4月20日には、ネリマとのコラボレーションとして、ネリ区マクリツ区民、産業プラザで、第1話と第4話のイベント上映、ロボットガールズ Z 上映会、声優トークライブご当地、ネリマ大決戦、が開催された。2014年5月18日には、アニメプロジェクトイン大泉2014のネリ区マクリツ、大泉小学校体育館ステージにて、 アニメプロジェクトイン大泉2014ロボットガールズ Z 聖地大泉学園祭が開催された2014年5月31日には全国10巻で全10話が劇場公開された2015年5月20日より既存キャラに加えオンラインにて先行登場したキャラを加えた新作短編ウェブアニメ ロボットガールズ Z プラスが毎月1話ずつニコニコ動画や YouTube、フジテレビオンデマンドなどにて配信された。ストーリーは劇場版アニメ、グレートマジンガー対、ゲッターロボ、グレートマジンガー対、ゲッターロボ G 空中大激突がベースとなっている。2016年には、東映アニメーション創立60周年を記念して、 YouTube に開設した東映アニメーション創立60周年公式チャンネルに Z と Z プラスの第1話のみが配信された。2018年3月21日に東映アニメーション公式 YouTube チャンネルで特番が配信され、新プロジェクトとして過去に審議不明の大災害で廃墟と化した超未来の練馬を舞台としたロボットガールズネオが発表。アナマックス。 オンプレイステーションで配信。応援プロジェクトとして、クラウドファンディングを実施し、ネオブルーレイとフルコンプブルーレイに、映像特典として、ロボットガールズ Z、プチキャラアニメを収録。未来の向こう外エネルギーとして、研究開発中の講師力エネルギーを研究する、講子力研究所のキャンペーンガール Z ちゃん、グレちゃん、グレンダさんの3人は、 実は研究所と講子力エネルギーを守るロボットガールズチーム Z である。この講子力町にドクターヘル率いる機械獣ガールズがュ羅男爵の指揮の下、悪事を働きにやってきた。チーム Z は研究所と講子力エネルギーを守るため、正義の心は物の次んの次という信念の下、今日も機械獣ガールズたちを必要以上に攻撃して戦い続けるのだった。 同一キャラの格節内はすべてゲーム登場順。うちは原点となったキャラもしくはユニット名内はゲーム内における略称である。ロボットガールズたちのヘアスタイルはメッカ女の子コンセプトにのっとり、東映ロボットガールズ時代からの流れで原点の主人公チームのヒロインや重要キャラのポジションにある女性キャラを元にしてあり、実際にその姿で登場することもある。 その他善悪問わず、季節や折々のイベントに応じた衣装を身にまとっている、場合もある。なお、初めてゲーム内で登場したバリエーションは、水着、シリーズ。チーム Z の各キャラやゲ、ちゃん、ジーグさんなどはそれぞれ原作アニメの主題歌をもじった、向上を持つ。インは、Z プラス第6話ラストのモブシーンに登場している。なお、ロボットガールズの誕生日は、原点作の、 1> 第1回放送日と設定されている。マジンガーシリーズの登場ロボットで構成されているチーム。普段は、高視力エネルギーの普及活動をしている。我らロボットガールズチーム Z と名乗るが、各々のテンションの差がひどく、令和では揃っていなかった。決め台詞の Z のおたけびは、PV と本編とは発音が違う。第8話からコスチュームが、 超合戦意入 Z 製になった。なお、主役チームなのだが、Z プラス第2話では全く出番がなかった。Z プラス第6話では、パワーアップを果たし、チーム ZEX を名乗ることになる。チーム Z 関係者、マジンガーシリーズ以外の長い豪原作、投影制作アニメのヒーローロボットで構成されている、チーム。元来のチーム G は、ゲッチャとジングさんの2名だけだったが、 新生チーム G は、ゲッターロボ G が3人によるチーム制へと変更され、さらにジーグさんの友人でもあるパーンさんを含めた計五名となっている。チーム G、新生チーム G その他のチーム G 関係者、オンライン及び Z、Z プラスに登場する、ゲッターロボ校の登場ロボットで構成されているチーム。ゲッチャンに、お暇を出されたハヤトが、 野党新生チーム G を旗印に掲げ結成したを、出展、早戸自身はその店長になった、早戸の地元の瀬戸内海出身のご当地アイドル。チームのキャッチフレーズは、心を一つに重ね合って友達になりたい。ゲームにて、翔ちゃん、外の城にも、原点で叶なわなかった強化、G アームライザー装着、が設定されたが、専用 G アームライザー量産として実現された。 東映ロボットガールズも参照。Z プラス第3話ではガイちゃんがチームロードの一員としてフェスティバルに参加したため、ガイちゃん以外の3名はその観客として出演している。オンライン及び Z プラスに登場するガイキングレジェンドオブダイクマリューのロボットで構成されているチーム。リーダーはトリプルガイちゃんだがチーム T との掛け持ちである。世界征服ならぬ、 町内征服を企む悪の組織。食い逃げ万引き、オレオレ詐欺、アニメの違法アップロードなど人類を恐怖に陥れる、作戦を遂行する。第8話で未経ネに買収された。機械1ガールズドクターヘルが作り出す少女型機械、生命体。チーム Z に挑む者の,の、いつも帰り討ちに会う。地下帝国を買収、没落させて台頭してきた、新たなる闇。 その企業実態はど、非強制出勤やサービス残業などは当たり前、倒れるか倒されるかしない限り離職の自由すら認めないと、蝶の字がつくほどブラック。ただし目覚ましい功績さえ挙げれば、それ相応の地位と待遇は約束される実力主義でもあるので、社長の未経値段に対する将軍と称される幹部たちの辛抱は厚い。フルコンプブルーレイの映像特典として収録される。 新作プチキャラアニメーションに登場するロボットガールズ3人。チーム M 所属と言っているが、敵か味方か謎のロボが。ダイナミック企画が半券を所有するが、投影制作ではない作品に出自を持つという共通点がある。公式サイトにてチーム Z にフルボッコにされるという条件で全国から公募された様々なキャラクター。BD DVD 収録の特典作に登場している。オンラインゲーム、オンライン、フルボッコバトルに登場するキャラクター。ロボットガールズ関連性、矢野ひなき性、七瀬彩香敵ガールズ関連サブタイトルの大事は、本田ダ・マリコの書による。単刊リリース版では、それぞれに、ロボットガールズ Z オンラインで使える特別な、ユニットのシリアルコードが付属している。ユニット名称は、 それぞれのパイロットの乗用ビークルの名前に由来。また全巻揃えると、土方さんのシリアルコードが付属する。2018年1月10日には、上記の映像作品をすべて収録し、大令話と劇場公開版に映像特典プチアニメも加えて一パッケージ化したロボットガールズ Z フルコンプブルーレイをリリース。映像特典として新作フラッシュプチキャラアニメーション。 復活の地下帝国ロボットガールズ ZVS 謎の3大主役ロボが収録された。ロボカラジオ聴かなきゃ全員、フルボッコだ、Z のタイトルで2013年12月23日より2014年5月26日まで響きラジオステーションにて配信された。各週月曜更新。パーソナリティは、本田真理子、コ、ミナセ荒波和佐の3人。 2015年5月14日より7月23日まで、第2期が、ロボガラジオ聞かなきゃ全員、フルボッコだ Z、プラスとして配信された。各週木曜に更新。配信サイトやパーソナリティに変更はない。2015年7月23日より10月1日まで、荒波和佐のロボガ Z フルバト放送局が、響きラジオステーションにて、各週木曜に配信された。 口述のゲームアプリ、フルボッコバトルとのタイアップ番組で、荒波の単独出演。竹書房のウェブコミック配信サイト、ウェブコミックガンマにて2013年12月26日より2014年5月15日まで配信された。作画は、アコーロー全8話。2014年5月22日に、バンブーコミックスレーベルにて、単行本が発売された。 これ以外にも公式アンソロジーコミックが2016年2月5日に文化社より発売された。チーム Z が出演する以下2本のソフトのテレビ CM が地上波にて放映されている。また、チーム Z は、東映チャンネルのスカバー、プレミアムサービス標準画質サービスの放送終了に向け、同、東映チャンネル HD への契約変更を促す、PR 用、 ミニアニメにも登場している。アニメ TV にて主役のチーム Z を演じる3人によるミニコーナーが4月より数回にわたり放送された。2014年2月14日発売のクルセードダイナミッククルセード第4弾2つの Z に原点と共に参戦。さらにクルセードポイント交換所限定限定着仕様のプロモーションカードとして破壊コマンドカード無敵の力は 私のために、が存在する。また、2014年6月27日には、ダイナミッククルセイドを、エピソードブースターパック、ロボットガールズ Z として、作品単体での参戦。さらに2016年2月19日には、ブースターパック第2弾、ダイナミッククルセイドエピソードブースターパック、ロボットガールズ Z 鋼鉄の花、が発売され、本作にて、およびゲームの登場キャラが、 多数参戦し、さらに公式大会、クルセード皇帝杯に対応した実践系のデッキ構築が可能となった。2017年には、往年の東映ロボアニメシリーズの一つ、マグネロボシリーズ連価版 DVD セルソフトが発売するにあたり、ロボガゼットのサイトを曲がりする形で、マグネロボシリーズ第4弾という触れ込みの企画、東影ジカイザーが立ち上がった。 シリーズ DVD を一定数購入した際、ジカイザーの非売品ドラマ CD が全員、プレゼント品として同年春、購入者へ送付された、ロボットガールズ Z に関するカテゴリー。ありがとうございます。